仙台空港はきょう夕方小型機が着陸したあと滑走路脇の芝生に停止するトラブルが起きたため滑走路が一時閉鎖されましたが先ほど午後6時過ぎに運行が再開されました NHK が仙台空港に設置したカメラの午後3時50分ごろの映像です画面の右側から走ってきた小型機が滑走路を外れて進行方向を大きく左に曲がり芝生の部分に入っていく様子が確認できます 仙台空港によりますと小型機は新千歳空港から整備のため仙台空港に向かったもので着陸した後、滑走路を外れ滑走路脇の芝生に停止したということです小型機にはパイロット1人が乗っていましたがけがはなく機体に火災などは起きていないということです仙台空港では滑走路がおよそ2時間半にわたって閉鎖されていましたが 先ほど午後6時過ぎに運行が再開されたということですこの影響で仙台空港では出発便と到着便それぞれ14便が欠航または欠航することになったということです痛みに変える予定で今までずっとなんか楽しかったのに最後の最後でガクッときました